嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。現在18歳大学生です。親が東京の一等地の土地を所有しており、お金には困っていません。そのため将来就く仕事は中身があるのも、俗に言うやりがいがあるものを選びたいです。給料関係なく仕事自体に面白さがある職を教えていただければ幸いです。現在の趣味は読書、音楽、ゲームといったところです。補足、旧帝大に通っているため多くの企業の採用試験には取ると思います。であれば NPO とか行った方がいいと思いますよ。結局企業って金を稼ぐために存在するので、そのやりがいがなんだとか表向きは言うんですけど、最終的にはその金持ってくるやつが偉いよね、営業が偉いよねとか、その正しさよりもその金持ってくるやつが偉いよねっていうのは、例えばそのすげえ優秀な営業マンがセクハラをするとクビにならないんですよね。その男性の営業マンがセクハラをしたとしても、じゃあその男性クビにしたら会社損しちゃうから、じゃあその女の人泣き寝入りだよねっていうのが、割と日本の会社でよくあるパターンだったりするので、なのでその本当に正しいことをやろうと思ってる組織っていうのって、多分日本企業ではそんなにもうないと思うんで、NPO に入るなり NPO を作る方が全然まっとうなことができるんじゃないかなと思います。コラボが税金受け取ってるとの若年女性支援事業は規則違反です。逆流を跳ね返す。というのは、規則違反を放置しろということですか。規則違反で税金を使ったのを正すのは、法治国家では当たり前のことだと思います。今最もホットな話題といえばコラボ。周囲の知人女性に聞いても軒並みコラボに賛同していないのがとても笑えます。ただ何か的な存在や物事をあまり深く考えられない人たちが、ございないことに、どうしても一定数存在するを取り込み、外を組む術に長けているので油断しますね。絶え間ない啓蒙活動が大事。変な NPO があると、その NPO ってそういうようなことをするような人たちなんだよねっていうのがあるので、なのでそのイメージ悪くなっちゃうんですよね。で、そのなんか、あの、まあ、そのコラボが人件費、まあ、給料を1800万円計上してたんですけど、で、そのなんか、じゃあ、無給でやるっていうのか、みたいな話なんですけど、そもそも論、NPO って僕はですよ、これ僕はなんですけど、行政がやらないようなものを一時的にやるものであって、そう、長期的に続けるべきものは基本的に政府がやるべきだと思ってるんですよ。例えばそのなんか、家出してる少女を助けるべきだよね。これ同意ですと。ただそれは僕 NPO じゃなくて、児童相談所とか役所がやるべきことだと思うんですよね。その NPO がやってしまうと、その NPO の人たちはプロではないし、地域によっても違うので、なので、そのやってる内容とかが地域によって変わっちゃうんですよね。法律的な知識もある弁護士がリーダーやってるところだと、割とその法律的な部分も、含めてカバーしてくれるんですけど、そういう人がいない地域だと、法律的にはこうした方がいいのにってことがわからないみたいなのもあったりするので、で、その地方自治体とかがやってると、ある程度マニュアル化されて、まあ、こういうふうなそのフローで進められるよねっていうので、どの子でも同じような形でその処理されるんですけど、やっぱり個人がその趣味とか言えば、余力でやっちゃってると、エコ引きが発生しちゃったりするんですよね。っていうのもあったりするので、なので、なんか報われない子供たちを助けたいとかっていうのであれば、僕はそこは行政がやるべきだと思うんですよね。で、子供食堂とかも、僕はある種、あれはその、ベーシックインカムなり子供手当なりで、その行政がやるべきことで、そのなんか余力のある人たちが子供のご飯を作るみたいなのを、こうなんか継続的にやり続けるというのは、その社会の仕組みとしてはよろしくないんじゃないかなと思うんですけど。コラボが税金受け取ってるとの若年女性支援事業は規則違反です。逆流を跳ね返す。というのは、規則違反を放置しろということですか。規則違反で税金を使ったのを正すのは、法治国家では当たり前のことだと思います。20代で行政書士をやってます。異業種へ転職を考えていますが、今の経営員課さん、何業界がおすすめですかね。行政書士だけでは食えないから、異業種に行くのであれば、割とでも大企業でその書類仕事が多いところの方がいいんじゃないですかね。今もうないのかな。ちょっと前ってクールジャパン予算を食うっていう仕事があったんですよ。クールジャパン予算っていうのが、総務省かなが出してて、経済産業省か、経済産業省が出してたやつで、
要は日本が何らかしらの仕事を海外に持ってった時に半額税金で出しますっていう仕組みがあったんですよ。だから例えばそのじゃあフランスでジャパンエキスポってイベントがあります。でそこにじゃあその僕がじゃあその日本酒を売るっていうブースを作ります。で日本酒を売るために旅費だったり輸送コストだったりで、まあ、300万ぐらいかかるじゃないですか。で300万かかりましたって領収書を経済産業省に提出すると150万円もらえるっていうのがあったんですよ。今もあるのかなっていう感じで、その国の税金をもらう補助金ビジネスっていうのがあって、でそれって書類を揃えるので結構めんどくさいんですよ。法律上じゃこの領収書は OK だけどこういうので認められないよねとかっていうのがあって、でそこら辺のその法律上どういう形の形式とかその書式で満たせば先に行くのかっていうのが分かるかっていうと、行政書士の人たちってその本業なんでそっち側の仕事っていうのはあるんじゃないでしょうか。税金を払う多くの庶民は一食1000円以下で暮らして納税します。一方一般社団法人コラボが都民の税金で一食一人当たり8300円の食事をしても問題ないということになりました。まともに働いて納税するより公金集中した方が豊かに暮らせますね。34歳営業職で今まで一度転職をしています。係長という役職がついてますが特に実績や強みがなく現在の会社で窓際社員感ができてしまっています。転職を考えており他人の役に立ちたい過去自己満でもかと考えてから NPO 法人とかどうだろうと考えています。実際 NPO 法人に転職するにあたり気をつけること必要な資格などあるのでしょうか。何の NPO かによりますよ。介護業界に行くんだったら、介護系の資格持ってた方が全然いいと思うんですけど、ただ、NPO 法人に行くので、基本的にはもう金儲けはほぼできないと思ってください。なので、月給手取り20万いかないぐらいを一生続けるっていう覚悟は持ってた方がいいですよ。NPO 法人ですげえ儲かるっていうのは悪いことしない限りは無理なので、福島がいろいろあった当時、その NPO 法人を作って、ボロ儲けをしてた悪い人たちっていうのが、まあその後逮捕されたりはあったんですけど、そういう人たち以外で、その NPO 法人で儲けらまず無理なんですよね。で、まあ自己満足でいいことをしたいっていうのであれば、その悪いことして金もボロ儲けするっていうのは多分できないと思うので、なので、一生金が、金でいろんな物事を解決するぜという人生にはならないよねっていう覚悟を決めた方がいいとは思うんですけども。ただ本当にいいことしたいのであれば、多分きちんとお金稼いで土日ボランティアとかでそういう法人に手伝いをして寄付をした方がよっぽど喜ばれると思いますよ。結局、まあ、どんな NPO 法人でも、大体お金ないんですよ。要はその何かいいことをしようと思ってみんなやるんだけど、体力はあるけどお金がないですっていう人がやっぱり多くて、なのでそこにその定期的にお金突っ込めますっていう人がいるだけで、やれることの幅も全然広がるし、手伝える人もどんどん増やせるんですよね。なので、もし本当にその役に立ちたいのであれば、働いてお金を NPO 法人に突っ込むっていうのをやっていただいた方がいいんじゃないかなと思いますけども。公金支出の妥当性を国会で質問した結果、女性支援を攻撃と新聞に書かれる。桜を見る会問題も公金支出の妥当性の問題だったけど、それも攻撃なのかな。21歳大学生です。国際協力を仕事にしたいと考えており、コロナで今はアフリカに行けないため日本の NPO で活動しています。国際協力を仕事にすることはどのようにお考えなのか、高校のキャリアの参考にしたいので教えていただきたいです。語学と現地のコネを作るために国際協力の仕事をするというのであればいいと思います。ただ、国際協力を本業にして、それで食ってこうってするのはやめた方がいいです。まず食えないです。基本的にはその、ボランティアとかって、金持ちの道楽なんですよね。で、まあ、すげえ優秀で、国連職員ですっていう形で派遣されるんならいいんですけど、NPO で活動していますみたいなタイプだと、要は、例えば NPO で活動するためにはお金が必要なわけじゃないですか。じゃあそのアフリカにじゃあ何か支援をしようっていう時に、じゃあ20万円分を支援に使うのか、あなたの給料にするのかっていうと、あなたの給料にしてる時点で支援できる金額減るじゃないですか。なので、その金持ちが、余力でやるのは全然いいと思うんですよ。いや20万円そのまま支援でお願いしますよ。なぜなら僕はお金持ってるからボランティアでいいぜ。全然給料いりませんなるんですけど、食ってこう生活しようってなると、支援に回るお金を自分が食い潰すってことになるんですよ。
っていう矛盾になってしまうので、なので金持ちになるかそのスキルをつけるかっていうのができないのであれば時間の問題で厳しくなるので、それで一生食えるとは思わない方がいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay. Choose. Who's fault? いや、帰るのやめましょう。家で言うのつらい編集で、どこ帰るんですか、うん